こんにちは、篠田敦史です。今日も、ジャズらしく弾くにはということについて話そうと思います。たびたびこういう話してますが、前回は何話したかっていうと、まあ、レガートの話をしました。今日話すのはアクセント、強弱の話をします。このアクセントの付け方なんですけれども、例えば、ここにフレーズとして8分音符4個2拍分ですね。1,2,3,4 タッタッタッタ、このフレーズがあった時にタッタッタッタ、どこにアクセントがつくと思いますか？考えましたかね？で、正解を言うとわからないです。どういうことかっていうと、ここにじゃあ、そのタッタッタッタに合うようにメロディーというかフレーズを考えますが、例えばレドレド、こういう風にフレーズがあったとき、どこにつくかというときっとこうなんです。もっとわかりやすく、なんかその手前がつくといいかな。例えばね、最後のレードのとこね、正しく聞こえますよね。それ逆にして、なんだ、ドにアクセントつけるとかやってると多分変ですよ。弾きづらくて僕もちょっと考えちゃった、ね、多分違いますよね。じゃあこれがレドレドだったのか、ドレドレになるとどうなります？聞こえました？今回もこれ正しく聞こえませんか？レドレドをドレドレにしてみたんです、ね、ドレドレ。そうすると今度はさっきの逆が正しく聞こえませんか？これまた同じように、あの一拍目と二拍目の頭につけるとおかしいですよ、多分。で、絶対後の方が正しく聞こえますよね。じゃあ今度はまたフレーズを変えてみようかな。今回はこういう風にしてみます。今回はどうなるかっていうと、ね、今回はタタツタ、1個目と4つ目にアクセントが来るように聞こえて、それがまあ正しく聞こえてたと思います。さあ、ここまでやって分かったと思いますが、アクセントがつく位置っていうのはフレーズによります。フレーズによってどこにつくと正しく聞こえるかが決まってます。これよく考えたら当たり前なんです。っていうのは、例えば想像してほしいんですけど、トランペッターが高い音当ててる時ってどんな感じですか？高い音当ててる時、思いっきりこう、もう人によってここ膨らんだりする人もいるけど、すごい圧で吹いてますよね。つまりそうしないとそういう音が出ないはずなんだけど、他の楽器ならね、ピアノって簡単にボタン一つで高い音出ちゃう。でもそれって本来はすごく不自然なこと。声だってそうですよね。例えばラー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 ラのオクターブも上がったら、結構声を上げないと、なんていうか、こう息の使い方とか変えないと出ないですよね。それをピアノ弾いてる時には一切無視して弾いちゃってることが多いのが、まあ一個ね、表情、アクセントとか無視しちゃってる一個の原因かとは思いますが、まあ、ここまで聞いたら分かると思うんですが、絶対のルールではないですが、比較的高い位置にアクセントは来やすい。さっきのだったら、最初の例で言えばレドレド、でレとドどっちが高いかっていうとレの方が高い。で、今このワンフレーズしかないから一番高い音がレなんですよ。ってことはやっぱそれにそう聞こえる。で、さっきのこれに限って言えば、レが一番山のてっぺんじゃないから、ね、ミにつくように聞こえる。で、それが正しく聞こえてると思います。それをおかしいと思います、ね、レだからついたわけじゃなくて、他と比べて高いかどうか。フレーズってこういう山じゃなくて、こういう風に山脈みたいになってますよね。登ったり降りたり、登ったり降りたり、で、その登るたんびにアクセントが来る可能性がある。100% ではないです。なんでかっていうと、言葉だから、ね、何が正しく聞こえるか、何が弾きやすいか。例えば1匹2匹3匹ってこう同じ匹でも
数字によってピピだったりビだったりするじゃないですか。そんなこといちいちなんでかって言われても分かんないですよね。あの学者、その言語学者の人が調べたらそういうルーツとかそういうのを調べられるかもしれませんが、少なくともねこうやって僕らが喋ってる時っていうのはもうルールとかじゃなくてもうそれが正しく聞こえてるからそう喋ってるだけ。音楽も当然一緒です。だから聞かないといけないんです。ジャズ聞かないといけないのはそもそもジャズがねどんな風な音がするのか分かってないのに空想上のジャズを演奏しようとするからうまくいかないんです。今回は、アクセントについて注目してみましたということで、最後までご視聴ありがとうございました。また他の動画でも、よろしくお願いします。